新幹線は高いところを走るもの。ある時僕は思った。バイクで新幹線と並走できないかと。そうか、バイクで空を飛べばいいのか。何かにせき立てられるように走り続けなければならない現代社会。仕事の合間を縫い、心のオアシスを求め、さまよい歩く。ある時、男はバイクに出会い、魂をぐっと掴まれる。時には大自然を求め、時には仕事を忘れるかのように街を流し、人生の相棒バイクと共に走り抜く。それが何になるのだろう。しかし、俺はバイクと共に旅に出るのだ。